はい、どうも皆さんこんにちは、ロボラの斉藤です。今日はですね、1月の最新作ザ・ワン・ウレタンと、パープルパールですね、ウレタンを使って、今日は比較投球をしていきたいと思います。今回ね、1月発売のこのザ・ワン・ウレタンなんですけど、個人的にね、使っててすごいあのピンアクションが強いと。そしてこのパープルパールウレタンも、世界的にね、非常に、こう使われているようなボールで、非常にね、日本の方もね、使っていてすごいいいボールだなっていう声を聞いているので、今日はこの2つを比較して、どれぐらいね、こうピンアクションや曲がりが違うのかっていうのを、お見せしたいと思います。それでは、いきますね。コンディションはいつも通りですね、1月の石原のデイリーのコンディションとなっております。はい、じゃあまずはですね、早速ザワンウレタンから投球していきたいと思います。と出し気味の方がいいかもしれませんね。10枚ぐらいを出す感じで。ああ、そうですね、ちょっとやっぱ手前のキャッチがすごい強いで、今捕まって思ったより出ていかなかったですね。交互にね、投球していきたいと思うんで、早速同じところパープルパールで。じゃあ パールなんでね、行くと思うんですけど、どうですか。はい、さすがですね。こっちの方がね、やっぱり初心性あるんで、手前の走りがあるんですけど、今はちょっと出なかったですけどね、出なかったですけど、上がりすぎなかったということで、さあじゃあ中に入ってウレタン投球してみます。さあ今度は出てって、あーちょっと甘かったですね。続いてパープルパールでいきたいと思います。はいはいはい、やっぱりね、程よいスキットでバックエンドがちょっとね、こう、やっぱりウレタンなんで緩やかなんですけど、ザワンよりは、キレをちょっと感じるような風にはなってますね。さあもう2枚入ってみます。はい、非常にいいですね。やっぱりね、すごいこう手前のキャッチ感強いんで、オイル使っていってもあのしっかりとね、バックエンドあの持続的に曲がってくれますね。では同じところをパープルパールで。わあ、こっちもやっぱいいですね。うん、非常にやっぱさすがパープルパールといった感じですね。非常に使いやすい。さあさらに中寄ってみましょう。あー、ちょっと打ちミスでしたね今。なんですかね、やっぱりちょっと絞ろうっていうような意識で投げちゃってますね。少し膨らましていった方がいいと思うんで、ちょっともう一度ザワンでちょっと膨らますイメージで。はい、そうですね、しっかりね外まで向けてあげれば球走ってね、キャッチ強いんで、なんかこうスレって抜けていくような感じとか、なんか終わる感じがね、あまりこのザワンはね感じないんですよね。さあ続いてパープルパール、こっちはねパールなんで、そろそろどうなんでしょう、きついのかなというところに入ってきたかもしれません。あー惜しい、意外とねしっかり対応できてますよね。さあもう2枚入って、あそろそろねだいぶ中なんで、ちょっとスピードをね抑えてちょっと曲がりを出していきたいと思います。はい、いいですね、インアクションがねやっぱ強いんですよね。さあ続いてパープルパール、こっちもスピードを落としてね、どれぐらい曲がるのか
そうですね、やっぱりちょっとやっぱオイルにこっちの方が流されてる感じがやっぱありますね。今のだとちょっとね、正直、まあ、ラッキーだったかなとっていうぐらいのピンアクションにちょっと差が出てしまいましたね。なので今度はもう少しラインを外に戻してちょっと膨らましていこうかなと思います。さあ、じゃあ思いっきりちょっと外に向けてみますか。あー、こんな感じでしたね。ちょっとやっぱり外外に出てってちょっと甘かったと。次はアップルパールで外外に向けていきます。うん、逆にやっぱりちょっとこう大外に当てた時はアップルパールの方がこう切れ感を感じましたね。バックエンドが強かった感じがします。さあ、もう2枚ちょっと外に寄ってみて外にちょっと当ててみたいと思います。だいぶ出てって、おお、倒れましたね。へえ、やっぱりちょっとピンアクション本当強いですね。これ正直は絶対倒れない当たりなんですけどね。7本ピンちゃんと叩きましたよね。さあ、続いてパープルパールに行きます。はい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 、そうですね、やっぱりこう大外に当てるとなると、まあ、少しパープルパールのやっぱパールが入ってる分ちょっと動きはよく感じましたね。逆にザワンウレタンの方は中に入った時のピンアクションが強かったんで、やっぱりウレタンとウレタンの中でもパールとソリッドで使うラインのピンアクションや動きに差がかなり出ておりますね。まあ、ザワンウレタンは中のオイルを使っていった方がピンアクションよく、パープルパールのパールの方は外のオイルないとこ使った方がピンアクション動きがいいというような感じですね。次はさらに2枚外寄ってみます。はい、そうなんですよね、これ全然終わらないんでね、意外と外外に当てていけるんですよね。さあ、続いてパープルパール、はい、そうですね、やはり外使わせたらね、ウレタンは強いですね。どっちもいい感じで、さらに2枚寄れるのかな、外に。あー、収まったし、あの7番ピンの叩きすごい、これはいい。さあ、アップルパールでどうでしょう。ちょっと内か、はい、非常に強いアクションですね。まあ、なんとなくね、まあ、このコンディションの中でではですけども、お互いのね、差がちょっと出たように感じますね。まあね、スポーツコンディションとかでも、多少オイルが、まあ、削れた時なんかはやっぱパール系の方がいいのかなと。逆に中に寄っててね、オイルをしっかり使う時はこういうような強めのウレタンの方がいいんじゃないかと思います。そういうことで、最後ウレタン、ザワンウレタンでストライク出して締めましょう。まあ、やっぱ外でね、いい感じだったんでもう一球外行きます。はい、もう一球出してもね、全然大丈夫ですね。ピンアクションもしっかり出ましたね。まあ、ということで、まあ、今回はね、新作のですね、ザワンウレタンとパープルパールを比較したんですけども、まあね、最終的には、まあ、両方とも、ね、使えそうなんですけど、まあ、ザワンウレタンの方が、まあ、少しね、使える幅が広かったように感じます。そして個人的にオイルを使った時のピンアクションが、まあ、ちょっと圧倒的に
ザーンアルダーの方が強かったのかなと思います。ただし、まあ、外のねオイル薄い時の方は、まあ、パープルパールの方がやっぱりちょっと行き足もあって、まあ、安心感はあったので、さすがやっぱりパープルパールと王道のいいウレタンだなというふうには感じましたけども、このザワンウレタンねマジでピンアクションいいんで、多少嫉妬してもウレタンだとね結構甘い当たりになったりするんですけど、このザワンウレタンは全然そんなことなく、しっかりとね倒してくれるんで、まあこれねちょっと正直デイリーでも使っていけるんだなっていうことも、まあ、ある程度分かったのでね、今後はね試合でもねこのザワンウレタン使ってね、まあ、皆さんにねすごいいいボールっていうのを見せれたらいいかなと思いますので、まあ、このちょっとウレタンはね正直完売もちょっと早いので、すごい気になる方っていうのは本当に早めに早めにご購入を検討していただければなと思っておりますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。